今回は、ミートピアで作ってきた東方キャラのランキングをやっていくわよ。おお、いいなって、何のランキングなんだ？つまり、再生回数の多い順ベスト10ね。なるほど、再生回数は YouTube のさじ加減次第だから、人気順にはならなそうだな。あんた、ランク外だった時のために予防線張ってるでしょ。そう、そんなことないぞ。でも確かに特にショートは YouTube の機嫌次第よね。だろ？だから推しがランクインしてなくても怒らないでくださいね。ってなわけで、ショートと普通の動画の再生回数を足したランキング、スタート。まずは第10位ね。おい、いきなり金髪じゃねえか、私か？いや、髪の形が全然違うでしょ。これはフランか、去年の人気投票1位のフランが10位とは。やっぱりわからないわね。ということで10位はフランちゃんでした。続いて第9位。おお、ピンクの髪も多いからな。私たちじゃないことは確かね。これは河川だな。河川ちゃん、ケーキ丼の立ち絵で使わせてもらってたしね。再生回数だとそういうのも関係あるのかもな。てなわけで9位は河川ちゃんでした。続いて8位。また金髪か。今度こそ私なのか。金髪っていうより茶髪なんじゃないの。確かに私の金髪とは違うな。これはパルシーか。だね。ということで8位はパルシーちゃんでした。続いて第7位。金髪、これは私たちじゃないな。あんた、そろそろランク外にビビり始めてるでしょ。そんなこと。ってなわけで7位はヨウムちゃんでした。続いて第6位。うお、金髪、私あんたもっと上を目指しなさいよ。うしかも髪型全然違うでしょ。うってなわけで6位はアリスちゃんでした。続いて第5位。うおー、黒髪、これも私たちじゃないわね。やばいぞ、そろそろ焦ってきたんじゃないの。お前だってランク外かもなんだぜ。ってなわけで5位はかぐやちゃんでした。続いて第4位。紫かよ。おちょっとあんた推しの人に怒られるわよ。この字止めはパチュリーか。帽子からしても間違いないわね。ってなわけで第4位はパチュリーちゃんでした。続いて第3位。金髪でこの髪質はマリサっぽいわね。あんたランクインしたんだから喜びなさいよ。いや、実は生きを狙ってたんだぜ。あんたは私にはかなわないのよ。お前だってランク外の可能性もあるんだぜ。てなわけで第3位は私、マリサだぜ。でもそうなると2位は誰だ。金髪ね。おやおや、霊夢さんってば。あんだけ余裕ぶっこいといてまさかの。わわ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 わ、私はいい石井だから。そうなんだね、すごいね。これは咲夜さんね。咲夜もなんだかんだ安定した人気だよな。そうですね。お前現在を愛知でドキドキしてるだろ。べべべべべべべ、別にそんなことないし。じゃあ私が代わりに進行やってやるよ。最後に第1位は、この髪の色は誰だろうな。ここまで来たらわかるでしょ。テンション爆上げだな。しかし霊夢が健在じゃなくて正直ホッとしたぜ。ということで第1位は私霊夢でした。なんだかんだお前強いな。言うて再生回数ランキングだから投稿した時期も影響あるしね。正直不安もあったわ。それは私もなんだぜ。てなわけでミートピアで作った東方キャラ再生回数ランキングでした。最後までご視聴ありがとうなんだぜ。チャンネル登録高評価コメントもよろしくお願いします。